今日も元気にブロック車両を作っていこう。作っていこうというかもうできているんだがな。この機体はネオプラズマカッターくん。以前作ったプラズマカッターくんの改良機だよ。前方にはプラズマカッターをぎっしりと敷き詰め、両サイドにはフォークアイのマシンガンとベンチャーのヘルファイアーを並べた。そして後方には余った武器を適当に配置し、機体上部にはスラスターミサイルを取り付けた。これぞまさに破壊の化身と言っていい機体だぜ。私たちはこの機体を使ってあるミッションをこなすつもりだよ。以前挑戦して失敗したオールマイティキューブ、そのリベンジに行くぜ。この前の挑戦ではあらかじめ高火力の機体をキューブにセットしておくという作戦を取ったけど、そうするとキューブが移動するという不測の事態に見舞われた。結局失敗したがプラズマカッターが有効な装備であると確信を得た。というわけでプラズマカッターをたくさん入手してこの機体を作ったわけだよ。構成をきちんと保存してと。さて、これでよし。オールマイティキューブのところに行くには、別の機体を使うよ。移動中に破損したら嫌だからな。移動に使う機体はこちら。これは私たちが初めて自作した飛行機。通称ジェット飛行機くんだ。ベンチャー社から支給された飛行機よりも一回り大きいこの機体は、機体の正面のプロペラに加えて両翼の下にも小型のプロペラを設置しているよ。そしてジェットブースターを装備することで、瞬時に大空に舞い上がることを可能にしたぜ。飛行機作りは最初全然飛ばずに大変だったよ。機体の操作方法を飛行機にしていなかったからな。まあそんなボンミスもやりつつ完成したジェット飛行機くん。その飛びっぷりをご覧いただこう。ジェットを噴射すると機体が上昇する。その力を借りればさっきのように助走をつけずに離陸可能だぜ。ジェット飛行機くんは、何もしていないとどんどん高度が落ちていく。まあ機体を上向きにすれば再上昇するんだが、こうやってジェットを噴射すればすぐに持ち直す。だから機体バランスの維持はかなり楽にできるよ。ベンチャー社から最初にもらった飛行機は、飛んでいる時に機体がどんどん上向きになるから、姿勢制御が難しかった。操作性はこっちの方がいいって断言できるよ。とおしゃべりをしている間にキューブのところに到着したな。着地はビルドモードで華麗に決めるよ。さて、ここからはネオプラズマカッターくんの出番だぜ。機体を呼び出すよ。バラバラのブロックが一瞬で組み立てられるところを見るのは癖になるな。大きい機体ならなおさらだね。さて、機体読み込み直後はバッテリーが空だから、ちょっと充電タイムになるぜ。太陽光発電ができない夜間の乗り換えは控えた方がいいね。さて、充電が完了したことだし、奴らのところに乗り込むぜ。マイティ、今日はお前に泣きべそ書かせてやるよ。ふん、この機体を前にまだ豆鉄砲というか。この威力、その身で味わえ。さてと、マイティを牽制したことだし、土壌の上に登るとするかな。よし、行くよ。マイティが邪魔で通れない。機体が大きいから狭いところに入れないぜ。そう、ギリギリ通らないよ。しょうがない、遠回りするか。あと、さっきからサウンドに違和感があるんだけど。ああ、一度にたくさんの武器を撃つと、よく音がカスカスになってしまうんだぜ。なんですと？まあこれは仕方がないと思ってくれ。まあ体勢に影響はないか。さあ、キューブのところにやってきたぜ。オールマイティ、キューブ、前回の雪辱を今晴らすよ。さあ、突撃してプラズマカッターを浴びせるぜ。バリアーは一瞬にして消失。外部装甲もボロボロと壊れているぜ。あと一息ってところかな。いや、よく見るとキューブの下部が無傷だぜ。キューブのコアは下の方にあるから、これはまずい。まさか、そんな。なんということだ、あと少しのところで無情のタイムアップ。うわぁ、もうほんの一押しだったのに。プラズマカッターが一番下のところに当たるようにしたいから。機体前方を支えるタイヤの位置をずらそうか。タイヤの位置を一マス上にずらすよ。ほんの少しの調整だが、これが生きてくれることを願うぜ。一番下まで届いていないように見えるけど、どうだろ。一つ言えることは、やればわかるってことだぜ。マイティに話しかけて再挑戦となったけど、タイヤの位置をずらしたら思い切り動きにくくなったよ。一マス位置をずらすだけでかなり操作性に影響が出るんだな。なら、その分キューブ破壊にも影響が出るといいね。コンクリの段差につまずいたな。あ、出遅れた。うわ、早く攻撃しないと。どうだ、さっきと手応えに違いがあるか。よくわかんないけどとにかくプラズマカッターを当て続けるよ。残り10秒を切った。ふんぬおおお。壊れろ、オールマイティキューブ。おお、キューブが持ち上がって。オールマイティキューブ、見事に粉砕したよ。だが、気を抜くな。この前と同じなら、周りのミニオンたちが襲ってくるはずだぜ。
それを返り討ちにするための全方位武装さ。やはりキューブを壊されたマイケが、ミニオンたちに攻撃命令を出したぜ。さあ第2ラウンドだね。ミニオンのうちの何機かは、関係ないと言って戦線離脱したな。敵が思ったよりも少なくなったね。む、どうやらマイケは次のキューブ制作を考えているようだぜ。まだ懲りないのか。しかし次があるとすれば、さらに強力な武装が必要になるな。今回はギリギリだったからね。さて、ミニオンを全滅させてミッション完了。だけどオールマイキキューブはまだ続きそうだね。ま、今は次の依頼を受けるとしようか。珍しい依頼を発見したよ。このツルツル当番レースってやつだな。ベンチャー社からのミッションで、相変わらずドライビングを披露するみたいなんだけど、なんと氷山を登れという内容になっているよ。特殊な環境でのドライブミッションは初めてということで、興味が湧いたからこのミッションに挑戦するぜ。それじゃ出発するよ。現場までもうすぐのはず。お、氷山っていうのはあれか。結構高さがあるね。確か麓で待ち合わせだったはず。あ、なんか降ってきたよ。ふむ、どうやらあの二人がここの案内人らしいな。よし、話しかけてミッションの詳細を確認しよう。ビルドモードを使用すれば、このように高い位置からふんわりと降りることができるぜ。私たちは飛行機の着陸の時にもビルドモードを使っているよ。で、こいつらはゾゾトバな。彼らはアルピニストみたいなもので、氷山に登頂することを生きがいとしているみたいだ。で、早い話。ここの氷山に障害物コースを作ったから、てっぺんまで登れるもんなら登ってみろと挑戦者を募っているようだね。オールマイキキューブのベンチャー版みたいなものか。で、こいつらのおしゃべりは長いから私たちでまとめると、時間制限なしの障害物コースを走って、彼らの待つ山頂にたどり着ければミッションクリアだよ。ただし制限として、飛行機体とホバー機体は使ってはダメというルールだぜ。タイヤのついた車両で、このツルツル滑る氷山と、数々の障害物を突破しなければいけないのか。あと、ゾゾとバナのアドバイスで、道が狭いところもあるから、使用する車両は小さい方がいいということだ。よし、やってやるよ。というわけでマシンを組んだよ。この小型車両で踏破を目指すぜ。それじゃあ出発だよ。どんな障害物が待ち受けているのかな。うわ、氷山とだけあってむちゃくちゃ滑るよ。これはタイヤにチェーンを巻かないとダメだ。そんなものはない。で、早速落下しそうなんだけど。ビルドモードで立て直すぜ。機体が宙に浮いているけど、ちゃんとタイヤを使った車両だから不正じゃないね。さて、次のセクションに行くぜ。お、なんかあるよ。これはベンチャー社のソニックランスに似せたただの空気砲だな。当たれば機体が押されるぜ。氷の床では致命的なスリップに、なるね。お前は何もしてないのにスリップしてるじゃないか。予想以上に滑るよ。これは先が思いやられるぜ。マリサ、敵がいるよ。ああ、まずいな。敵がいるとは知らずに武装をつけていなかったぜ。ここでビルドモードにして武装を装着することもできたけど、私たちは一気に突っ切ることにしたよ。ビルド中に敵に攻撃されるかもしれなかったのでな。ここはまた空気砲エリアだね。この空気砲だが、ビルドモードにすれば全く当たらないぜ。ちゃんと車両タイプは車になっているから、不正じゃない。不正じゃないよ。そもそも飛行機とホバー機体は禁止だが、ビルドモードで移動してはいけないと言われなかったしな。おっと危ない。ここはビルドモードで位置を調整するよ。私たちはルールにのっとって、清く正しくレースに臨んでいるぜ。奥の方で何かがぐるぐる回っているのが見えるよ。新しいギミックかな。この時計回りに回転する障害物は、一度捕まってしまえばそのまま外に振り落とされるよ。タイミングを見計らって進むんだぜ。ワン、ツー、サン、シ、今だ、とおー、ダメでした。知ってた。ああ、落ちる。落下の衝撃で機体が壊れなくてよかったぜ。このコース、予想以上に難しいよ。しょうがない。機体を組み直すか。というわけで新しい車両を組んだのだけれど、レースに真剣になりすぎて正面のアップを映すのを忘れてたよ。おいおい、何やってんだよ。とまあ軽くザルムーブをかましたところで、この機体の説明をしよう。この車両はジオコープのキャタピラとベターフューチャーのタイヤを使用している。途中のお邪魔車両を排除するために一応武器も搭載しているよ。先ほどよりも動きは安定しているな。しかし、この際機体構成などどうでもいい。なぜなら、私たちにはビルドモード走法があるから。ビルドモードにすると地形のちょっとした出っ張りも飛び越えてくれるから。障害物なんてあってないようなものだぜ。
この途切れた坂道もスイスイ登れたよ。これは卑怯でもなんでもない。ルールブックの穴をついた作戦だぜ。ルール通りにやって非難の声が上がるというなら、それはルールが悪いということさ。私たちは悪くない。ここのショットガンエリアも、ビルドモードで乗り越えるぜ。頂上まであと少しだよ。ここまで来るのに苦難の連続だった。ということにしておこう。最後はあのリングを飛び越えて山頂に乗り移るのか。ここはズーマーに乗り換えようか。一応セーブしておこう。セーブしちゃダメってルールもなかったから問題なし。ズーマーを呼び出そうとしたが、近くに敵がいると警告が出てユニットの乗り換えができなかったぜ。仕方ない。ここはこの機体にブースターを装着するしかないね。バランスよく取り付けてと。さあ、行くぜ。アイ、キャン、フライ。飛びすぎたと思ったがゾゾとバナに引っかかって助かったぜ。これでツルツル当番レースをクリアしたよ。ゾゾとバナから祝福されたが、彼らはもっと難しいコースを考えているようだ。オールマイティキューブのように難易度が徐々に上がっていくのか。これは次に備えてビルドモード走法を鍛えておかないとな。そしてお楽しみの報酬タイムだよ。いろいろ出てきたな。見たことのないパーツが混じっているよ。新開発されたパーツかな。手に入れたパーツで何か車両を作ってみようか。というわけで新しく作ったのがこの車両。ホークアイのブロックをメインに使用したこの車両は、新兵器搭載くんという名前だぜ。その名の通り、これまでに使ったことがない武器を搭載しているよ。主砲はベンチャーのクロスファイアーライフル。副砲はベンチャーのマシンガンウージーを装備。さらに火力アップのためにホークアイのレールガンを2門搭載。前方はホークアイの連射ライフルで固めているぜ。そしてこの大きくて角張ったバリアはホークアイ製のバリアだよ。消費電力は大きいが、その分敵の攻撃をしっかりとガードしてくれるぜ。この機体の力をちょっと見てみようか。今ホークアイからターレット破壊の依頼を受けているぜ。前方に見えるのがそうだね。それなりに距離があるが、ここから攻撃を仕掛けてもターレットがみるみる壊れていくぜ。新武装の力を褒めたいところだけど、一番活躍してるのスラスターミサイルじゃない？私もそんな気がするぜ。仕方ないからもうちょっと近づいて攻撃しよう。破壊するターレットはもう一つあるぜ。いやー、ここに来て武器が充実してきたね。初めの頃の武器なんて今じゃ豆鉄砲みたいなもんだな。今もどんどん攻撃を続けているけど、やっぱりミサイルがいいねー。一応今は新兵器をお披露目しているところなんだが。いやー、だってミサイルってわかりやすいじゃん。敵のところにバーって飛んでいって着弾したら爆発するんだもん。便利だし、視覚的にも当たったかどうかわかりやすい。私はミサイルが好きだねー。なら、そんな霊夢にちょうどいいミッションがあるぜ。え？噂では、そのミッションをクリアすると新しいミサイルが使えるようになるらしい。何それ、面白そう。やりたいやりたい。時間が来たのでそれは次回にも少しだぜ。ああ、楽しみだな。それでは、ご視聴ありがとうございました。